非常口に書かれている、あの緑色の、棒人間かな、棒人間のキャラクターの名前はピクトさんだよ。どうも皆さんこんにちは、ヤルビです。今回はね、皆さんはね、私ソロ行くんですけども、もうシーズン変わってしまうのでね、今更感はあるんですけども、ゴリ押しの対処法ですよね。ゴリ押しの対処法をね、皆さんにお届けしながらソロやっていければと思いますんで、ゆえれば最後までご視聴よろしくお願いします。僕のチャンネルでは日々ためにもならない動画アップしますんで、お気に召された方だけチャンネル登録よろしくお願いします。それではやっていきましょう。レッツゴー。はい、安定のジョン・ジー・ジョーンズにオリリンチョッチョチョスということでやっていきましょう。初動はまあまあまあ許してください。まあまあ解説しながらいきます。今日はちょっとダブル機控えめでやらさせてください。ということでやっていきましょう。ゴリ押しを敵さんにさせますんで、僕がどういう風にしたらそのゴリ押しに対しての敵さんをさばいていくなのかね、ちょっと皆様に見ていただければと思います。どうぞ。これゴリ押し来るでしょ。ああ、はい、というわけで皆さん、ゴリ押し環境ちょっとね辛いでしょうね。サーマシンがブルーとかね、もう MK ブルーとかね、もう聞き飽きたぐらいちゃいます。あの2つの銃声本当にね透けて打ってきよるんですよね。だからもうなんか最後鉄なってね、戦い合いしてる時とか、鉄やったらねすぐ壊れるんで、最初張ったばっかりとか、ちょっとねそういうの気をつけてね、僕はちょっと解説しながらね、今回フォートナイトやっていこうと思いますんで、ちょっとねいつもはねダブルキーでやってるんですけど、今回ね解説したいんで、しっかりとね喋りながら敵さんと戦っていきたいと思いますんで、よければ皆さん見てくださいませ。ゴリ押しとはどうすればいいのかね、どう対応アイオリンがしているのか僕がお伝えできればと思います。まずは開幕、赤の家ドッバングリ取っていく。この赤い家を取ったものがねビクロを制するんですよ。アウトレットの銃はいらないって。はい、ということで MK をゲッチュリンコしていく。ありがとうございます。グーグーということで、だからの地図のベンゴリとゴリ押しやめろと言いつつサブマシンガンをかけていくスタイル。それがボクタスタイル。誰ですか。滑っていくスタイル。今シーズンそうなんですよ。一番大事になってくるのはまず資材です。資材ね、あと鉄の壁も大事ですね、回復するのにあたってね。いや、ほんとゴリ押しは撲滅ですよ。ゴリ押しやめろやですよ、ほんとに。もう開幕でこれだけの資材が集まってるはもう十分ですよ。へっ、この階段伸ばしていくの、6マス変身やっていくよ。あ、これがゴリ押しですね。僕がやってしまった。キラリンチョ、キラリンチョ、ちょっとということで、あ、止まない。強いですね、ゴリ押し強いですね。やってしまった。僕がゴリ押ししてどうするんだっぴ。はいはいはい、レベソンみたいになってる。はい、どんどらんどん。28人しかいない。これはボットさん、これはもうちょっとボットさんなんです。すいません、ゴリ押しに対応したいんですけどね。ゴリってくれる敵さんはいないですか。どこにいるっぴ。敵さんいるまでカットやな。カット。チャンネル登録ほんまよろしくな。あー、スパイダーの音する。じゃあちょっと解説して戦っていきましょうか。まず一発削るんです。まあ、ゴリ押しさせると気球が欲しいんでしょ、多分。痛い、なんで分かった。こうね、こう、まず敵の位置をちゃんと見て、こう、射線を通して。こう、ゴリ押しはしっかりと当てる。そう、しっかりと当てる。当たってへんぞ。で、あとはゴリ押しに備えると、こういうとこ。なんだこれ、解説なってない。ちょっと敵さん来るまでカットっすね。お、どうしようかな。行きますか。解説は結局とするんかい。
ゴリ押しをやめろと言われてもやめられない。ほい。No。え？解説どこ？しっかりと伸ばしていきましょう。また交差するんで屋根を伸ばしてもらった。あ、どうもゴリ押し。え、なんだこれ、ゴリ押しの解説動画じゃないの？なんかただ僕がゴリ押ししてるだけなんやけど。僕がただゴリ押ししてるだけな動画やけど、大丈夫これ。やっぱ WK はやめられないな。おい、ゴリ押しやめれない、ゴリ押しやめれないっぴ。解説できないですね。さあ、さんは6人ということで番号にとやっていきましょう。バイダーマンの数が気になりますが、次第も完成していく。ちゃんとちゃんと解説解説解説、どっかで流星がしてるので、おおこれはゴリ押しじゃないけど。すまね。うわ、だだだだだ、そうそう、来た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 、ゴリ押し。焦ってるやん。ゴリ押し来た来た。ゴリ押し、まずボックスを広げましょう。ボックスを。ボックスを広げましょう。そう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 、ボックスを広げましょう。そう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 、来た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 。それでしっかりと、しっかりと、しっかりとしっかりと鉄筋の壁を使って。そうそうそう、しっかりとしっかりと、いいよいいよ、ボックス広げていきましょう。いいよいいよ、ナイスナイス、しっかりとしっかりと、そう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 、解説、あー解説になってるよ、解説になってるよ、しっかりとね、はい、ゆっくりとしていきましょう。今壁を向いて使って、ね、そうそう、しっかりとこうやって使って冷静にね、目と目が合う瞬間、冷静にこう、そう、目と目が合う瞬間、はい、入れていく。で、僕もゴリ押し変えていくスタイル、それが僕たちの、はい、そう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 、え、これは一旦退避しましょう。ゴリ押しマジピーポー怖すぎる。ということで、さっきの物資をしっかりと漁っていきましょう。はい、ゴリ押ししていく。今欲しかったですね。ここでしっかりと相手は回復をしなきゃいけないんで、今のうちしっかりとメガポーティーをいただきましょう。それでボックスを広げて、あと敵さん3人ということで、バンゴリとビクロ目指せ。はいはいはい、逃がしたね。はい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 、なんで死んだの？え？焼きブース、あ、いかないっけ。はい、はい、ご利用しきなさいよ。
はい、はい、わらびちゃん勝ち申した。ゴリ押しにはゴリ押し、はい、ゴリ押ししてくるよ、ゴリ押し、はい、はい、はい、カウンター、こういうことね。ぜひよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。なんでゴリ押し、ゴリ押し環境マジマンジということで、ゴリ押しにはゴリ押しだね。皆さんよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回のところでお会いしましょう。またな、ブラザー、Thank you!